皆さんこんばんは。今日はですね、ライトルワーフィッシングチャンネルではおなじみの若狭湾大好き友清水さんがお越しになっております。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今日は、まあ若狭湾でね、なんかもうずっと晴れが続いてかなり、渋い状態になっているんですけども、そんな中どのような釣りをされようと思っていらっしゃるんですか？やっぱり渋いですか？ちょっと渋いですね。僕も4日前にやってみたんですけども、頭1匹で終わりました。だいぶ暑い日続いてますもんね。そうですよね。調査も兼ねてテストも兼ねてちょっと来たんで、まあ何でもいいんですけど、今ちょっと使ってるのマイクロジグ使ってて、まあそれで5目ぐらい釣れれば嬉しいかなって。そうですね、はい、何かとちっちゃいメタルジグって、いろんな魚が釣れますもんね。そうです、何でもいいんですけどね。ねえ、ベラでもいいし、カサゴでもいいし、うん、はい、ねえ、まあ何か今日はとりあえず5目を5目を目標にしてやってみましょうか。はいですね、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。何が釣れるか初めてなんですよね、ここ。僕も初めてですね、ここ。初めてですか、まあ未知ですよね。そうですね、ちょっと浅まずね。まあ毎回ね、潮はね動いてますし、そうですね、釣れるんじゃないかなとは思うんですが、アジあたりとか来たら嬉しいですね。ポコーンとね、ちょっとキシャータね、その辺来たらもう最高です。最高ですね。でも一番渋い時期というかですよね。秋になる狭間ですよね。ねえ、そうなることやれ。人多いですね。そうですよね、休みでね。あのちょうどあと2日後、24日からあの若狭各地の駐車場が解禁になるんですけども。あ、そうなんですか。そうなんですよ。だから 今が一番あのいろいろ難しいタイミングです。24日に駐車場解禁、ね、結構今駐車場が閉められてるんですよ。あ、多くなったって言ってましたね、コロナの関係で。そうなんですよ。もう解禁があるんだ。が24日以降かな、だから25日からかな。へえ、まあまあ、駐車場解禁になっていろいろまあ釣り場も増えるんですけども、はいはいはい、普段のおかっぱりのポイントが。そうですね、そういう意味で今はちょっとこういったところに集まるの傾向あるってことですか。ですよね。なるほど。うん、まあ、激渋そして激戦という、激激ですけどその中で果たして、ね、果たして釣れるのかねえ、ですね。ちなみにトモさん今どういうタックルをご使用なんですか。あのソリティスタイルマイクロショージギングで、マイクロジグフラットの 5g 今投げてます、はい、あ、なるほど、ね、まあ、ちょっと浅まずめなんでグリーンゴールド。そうですね、うん、なんか座りながら横着してますけど、この気軽さがいいですよねまあそうですね、気軽にのんびりやりたいなとは思ってますけど、ね、もうそうしたらもうキャストしてるだけでも楽しいっていう感じですもんね。まあ、回遊があればラッキーだし、うん、ですよね。まあ、回遊なければこの足元とか際とかやっていこうかなと思ってますけど。そうですね、はい、ちょっと人数も今日多いんで、誰かしら誰かしらね見つけてくれないかな。で今日はあのプラフィッシングジャパンの社員の皆様がずらりとお揃いで、今日はあの夜になんだっけ、イカメタルでしたっけ。イカメタルの大会がオバマの方でありまして、まあ、あのそれの参加ということで、はい、来てるんですけども、それプラス、まあ、ちょっとおかっぱりでの来季の新製品のテスト等も兼ねて、まあ、あとちょっとロケがあるんで、ロケのちょっと下見っていうか、いい場所ないかな。なるほどなるほど。その意味も、はい、兼ねて。ちなみにそのロケとはどのような内容でしょうか。これピーですか、ピー。あ、全然あのいい、マイクロショージギングで5目で楽しもうって、はい、まさにそういうテーマなんで。じゃあまさに今日ね、あのここである程度釣れればちょっとやってみてそのロケにね備えるって感じがいいですよね。あの釣れなかったらもう場所変えようかなと思ったね、貴重な今日はじゃあロケ前の様子ってなかなかね撮影できないですけども。そうですね、今日はこの極秘情報をね、お届けできるような感じですね、はい、あとちょっと極秘ですけど、リュウジさんにはちょっと来年のプロとお見せしたいなと思って。ありがとうございます。ちょっとお見せ、今ねやっぱり大事なのはやっぱり新商品作るにおいて、まあ、結構いろんな方に見ていただいて、はい、使っていただいてフィードバックもらってるんですよ、うん、もちろんテスターの方はもちろんなんですけども、やっぱ一般の方の声って非常にやっぱ重要ですので、そうですよね、まあ、ちょっと見てもらいたいなとは思ってます、はい、それあの視聴者の皆様にお伝えしても大丈夫なんですか。あ、もちろんもちろん、はい、そういう形でやってます、ね、事前のご不備情報をゲット、はい、どうしてもねそのどっか一つの海域に偏ってしまうとかいう場合もね、ありますから、できれば全国各地で、そうなんですよ、ね、使えるようなやつがいいですよね。ね、今いろいろあんやしてまして、もう本当和歌山、三重行っ
って新潟行って石川行って、でまあいろんなところでテストしながら、うん、そこの場にいる、ね、方一緒に行く方とかに、プロじゃない方と一緒に行った時に使ってもらって、なるほどなるほど、何かしらでも小魚いますよね、ちっちゃいですよね。ねえ、これスズメダイだと思うんですけど、でもメバルもね、この時期ちょっと暑くて厳しい。そうです、一番厳しい時ですね。でもアジの回遊があればね。そうですよね、うんうん、あと青物はどうなんでしょうね。青物もね、たまに回ってくるんですけども、やっぱ今が一番きついんですよ。これまた9月の中旬ぐらいから、割とサーフからでも釣れたりとかするんですけどね。そうですね、まあ、これからですもんね、いい時期は。そうなんですよ、まだ本当一番夏の暑いシーズンを引きずってね。だから今日釣れたらもう、これがこの動画が公開される頃はもうバカスカ釣れるかもしれないという、ね、ことですよね。9月に入って中旬過ぎてくるとね、いよいよ、でカマスも石川県経由で来たんですけど、新潟、富山、石川、福井って来たんですけど、カワスもまたちっちゃいですよね。あと1ヶ月ぐらい潮変わるとやっぱり普通に釣って楽しいサイズ、まあ中途半端ですよね。なるほどね。煽りもまだちっちゃい。そうです、煽りもねちょっとちっちゃいですね。ねえ、トモさん、あれ富山県ですか、キジハタをクランクベイトで釣ったという、あれ昨日石川県で、石川の地元でちょっと、どうしても、クランクでハタ釣りたくて、でまあ、ワームでポロポロ釣れたんで、よし最後の夕まずめワンチャンクランク引こうと思って、グリグリグリドーンですよ。あ、いいですね。だからもちろんワームより勝ち釣れないんですけど、だから一本の勝ちっていうのを非常に嬉しかったですね。あ、そうですよね。だひょっとしたらこの後ちょっと見えに行くかもしれないんで、今度は大毛旗やつけたい。大毛旗いいですよね。一応茶色丸旗と焼津浜旗釣って、キジ旗釣って、次は大毛旗やつけたいな、まあ次は赤旗なんかもクランクで釣れたら、いいね、大毛旗って割とね上の方までドーンと来ますもんね。そうそうそう、中層もね回遊してるから、ね、大毛は普通に来ると思うんですよね。赤旗は結構ボトム中心ですよね。ボトムですね、だから赤旗が釣れたらもう旗クランクっていうのはもう完璧ですよね。いいですよ ね、いろんな旗コンプリートで。お、またかけた。あるね。来ましたよ。すげえな。さすが。リズムが合ってるね。最初のめっちゃ効いてたもんね。なんすか。あ、じゃあもうそれ、ね、ネタでネタでお願いします。あ、映されてる。寝がかりでした。映されてる。狙いだった今。いや、狙いました、狙いました。あの、さっきからの流れです。チーンってやつですね。ここから滑った場合のお約束1位仕事してた。あ、これなんすか、これエソ。エソ。いや、でも今日のエソは貴重ですよ。もうジグサビキ、そうなんですね。もう逃がしますね。ジグサビキいるだろ。今日もって、今日もエソ担当、あのルア担当の滝沢よりあのオッケーもらったんで、はい、あ、非公開のワーム、じゃじゃん。これ新商品ですか。そうですね、今テストしてるものなんですけども、ガルプのそのままズバリ、はい、サンドサーディン。サンドサーディン、これ私が無茶言ってちょっとね、はい、ルアー担当にお願いしたワームなんですけども、あのサンドワームとベビーサーディンの超2大メジャー釣れるルアーワームを合体させた、融合させたわけですね。釣れるワームの2つが足したってことは、もう釣れる以外の選択肢がないですよね。でしょでしょ、絶対釣れる鉄板じゃないですか、ね、どう考えても釣れるという。そうなんですよ。これちょっとぜひリュウジさんにも使っていただいて試しましょうよ。はい、でちょうどね、前はパワービートのプラスチック製のでまずは形作ってテストしてたんですよ、ついにそのガルプバージョンの本茶のやつが届いたっていうことで、はい、ルアー担当の滝沢よりもらいまして。あ、これですよ。これいいですね。だからボディが、このサンドアームの、はい、で尻尾がベビーサーディンですね。これ釣れるでしょ。釣れない理由が見当たらない。
これでちょっと私、皆さんすいません、はい、釣り YouTuber の特権としまして、ちょっと今日は使わせていただきます。はい、じゃあこれビーさん、ありがとうございます。うわ、もう絶対釣るわ。ジグヘッド一応フワユラの 1.25 で、じゃあ 1.25 でいきましょうか。はい、1.25 でやってみましょう。でかいっすね。ね、結構いいサイズですね。ガルプで9000ベレが来ました。笹のファベラより9000の方が塩焼きにしたら美味しいですか、ね、美味しいって言われてますもんね。さあ、なんか来た。またベラ来た。今度は笹のファベラですね。ですかね。ベラ来ました、ガルプで。テトラは極攻めですね。ベラが入れ食いです。ベラタイム。本当ね、石川県もベラ入れ食いだったんですよ。あ、本当ですか。感じなやっぱキジアートの場合の少なくて。本当この時期フグとベラに占領されて。これガルプですか。ガルプの、ちょっとね、ルアー担当にこれちょっと試してきてって言われて、はい、で US とかでアイスフィッシングで使われてる、はい、ベビーサーディンのちっちゃいやつみたいな、それで、あ、そうなんですね、豆味に最高かなと思いました。これいいですよね。かわいいね。これ何番付けサイズでね。ですよね。日本海のこのシーズンの一番数釣れるね。そうですよね。ちょっとまた引いて面白いですしね。うわ、動かかってる。うわ、動かかってる。嬉しい。あれ、熟ヘッドこれ何グラムですか。これ 1.25。 あ、1.25 で。フワユラで。できたんですね。嬉しい。とりあえず釣れた。楽しいね。ですよね。超ライトフィッシング。やりました。よし、戦略なんですけども、最近またちょっと 6.6 フィート後半ぐらいのが割と、はい、注目されてるんじゃないかなっていう感じがするんですけどね。あとやっぱリアルフィネスでスローテーパー出してるじゃないですか。まあ、全体的にアウチングやっぱりソフトになってきてるっていうのは。そうですね、最近聞くようになったんですけどね。メーカーさんも作り出したんですよ。そうです、そうです。全体的にソフトになってますね。僕も最初アジングロットを使った時、フィネッツァコルトっていうやつだったんですけど、はい、それは割としなやかけのロットだったんですけども、他のロット使うとすごいもうパツパツやったんで、まあ、なんか曲がるロットないかなっていうふうなと思ってて、はい、一層ほどトラウトロットを使ったらどうかなとか、はいはいはい、でそのうちリプロンアートボロンっていうトラウトロットだけどもベイトロットってやつ、はいはいはい、あれを使ったら面白いとかいうやったりして、面白いですよね。ですね。それでラディケーターのベイトフィネスで55のスローテーパーでロットという出すので、ね、ショートならではの楽しさもねあって、ですよね。両側はスローだから楽しめるところですね。一応エラディケーターでソルト用だけどもその軽流としても使えるよみたいにいろんな使い方提案しようかなと思うんですけど、そうですよね。そういう枠越えて、うん、今度はカマスが、カマス来ました。もうちょっとねシーズンが進むとねもうちょっとサイズ良くなる。そうですね。でもこれは今日は貴重ですよ、このカマス。ねえ、マメアジ貴重なガマスやりました。おーおー、よいしょ。いや、さすがトモさんやりますね。今日も絶望的感動なのに。いや、渋谷が嬉しいっす。ねえ、困った時のガルプですね。ねえ、すごい効果ありますね。
まあ、ちょうど今このマルヒロッドテストしてるんでいいテストになります、やっぱ大きいのよりちっちゃいのも取れるとかそのあたりの繊細さ ね、 そうですね、必要なんで、ちょっといいテストになってます、ね、謎だったのがその、まあ、こうやってトモさんと僕が、接点持つ前から、トモさんが何かの取材で、若狭湾でライトロックとかやったじゃないですか、あれはなんで若狭湾を選んだんですか。あれなんで選んだんだろうな。あれそうですね、ちょっとあれいや、まあ、なんかそうおぉおぉおぉなんだなんだおぉ下口追加これはなんだベラですか。ベラの種類ですよね。ねえ、なんかわかんないですけどベラ、ベラですねこれね。一瞬このなんかとんがってるから歯を個性的なやばいやつおっとベラ追加よく引きましたね。これで3目やりましたね。アジのサイズアップかなと思って何のベラか分かりましたら教えてください、ね、いろんな種類いますもんね。ね、ベラほんと種類多いですよね。スルートベイトフィネスをなんか流行らせようと思ったのはトモさんの提案ですか。でも別に自分が最初にやったっていうつもりは全然なくて、当時やっぱマニアックな方でそういったベイトタックルで、そういったライトゲームを楽しんでる方はやっぱいらっしゃって、そういう情報も知ってたんで、でも考えた時にそれでそれ専用のロットっていうのは なかったじゃないですか、だからそれをやっぱり一般化しやすく誰でもチャレンジしたいなっていうのもあったし、その当時やっぱりうち LT っていうのがあったじゃないですか、LT リール伝説のね、はい、でも LT やっぱそれを初めて使った時もうこれ軽いの投げやすいっていう印象で、あれ感動でしたね僕もそのやっぱ印象で、ああ別に注意しなくても何万もかけて、10万もかけても注意しなくて標準でこんだけ投げれるんだったら専用ロードと合わせて、広められるなっていう、タイミングだなっていうところで、はい、いけるなっていうのはその頃は多分スピニング柔らかいの改良したりトラウト改良したりとか、そのままねちょっと、ね、楽しんでいながらいましたけど、でベイトフィネスをどこに持ってくるかっていうのが難しいですよね。だから硬さも ABC 作って硬すぎるとちょっとあれだし柔らかすぎてもって、この調整をどこに持っていくかなっていうのは、でそれで初めて試作品作って最初に行ったポイントは秋田だったんですよ。9月の秋田、で9月の秋田ってそれこそ10目ぐらい短時間で釣れて、すごいですね。アジも釣れて、ま、チャリコマダイも釣れて、メバルも釣れて、ヒラメも釣れて、カワハギも釣れて、わこれ楽しいなでだって10本ののリーダーでこんなアジ釣ってくるなんて、細いラインじゃないと釣れないんじゃないのって勝手に先入観あるじゃないですか、イメージですよね。もう全然食うじゃんって思ってあれ不思議なもんね、結構濃いと思う、ね、全然釣れるじゃん20ポンドでメバルとかもね。あ、そう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 。ただあれは細いにするのにはやっぱスピニングでやっぱ距離とか沈めるスピードを早めるためのもので、そうラインが太いから魚が目で見てこれ太いからやめとこうっていうのはまあないですよね。まあ太いラインで自然な落ち方するとかっていうので食わないとかのはもちろんあるけど。それはやっぱり秋田行っていろいろ勉強になりましたね。いやいや秋田行ったのが正解だったかもしれない。釣れるとこ行ったから、
それで関東で釣れないところ行ったら。でもそれが9月で、その翌年の2月で、いや、ベイトフィネス3機種出すから、動画、説明動画撮りに行ったねって言って、一番激戦区の伊豆の熱海に行ったんですよ。2月。一番魚のいない。あえて。で、プロモーション動画みたいな撮影で、いきなり1投目で、1投目か7、2投目でいいメバル食って。で、煽りも2月なのになぜかコロッケサイズのがいて、ベイトフィネスエリギー2回連れて、で、あとはカサゴとか、フグとか釣って、まあ結果5目ぐらい連れて、一番釣れない場所で、地域に。まあ今思えばもう10年近く前ですよね。参加に言ったら僕みたいな個人が釣ってるだけの動画ポンとアップして、1万アクセスとか、1万人の人が見るってすごいですよね。すごいですよね。せいぜい10人20人ぐらいの世界で。でもありがたいことで自分の釣りで超過得られて嬉しいなっていうのを見てくれるお客さんがいるだけでもありがたいですよね。そうですよね。だってそれ見てくれる人がいるとまたこうやって釣りしてるとモチベーションが上がるじゃないですか。ですよね。で、なんか一緒に自分も釣ったけど、一緒に見てくれてる人も喜んでくれたら嬉しいなっていう喜びもあるじゃないですか。そうですよね。だからね、本当に見てくれてる人がいるからこそ、頑張れる、楽しめるというのもありますね。仮に1万はすごいけど、100人でも10人でもすごいよ、見てくれるんですから。そうですよね。いや、それはもう言う人がね、すごいですよ。ただ一郎も言ってましたけど、僕は叩かれるのをワクワクするんですよ。一番悲しいのはやっぱり興味を持ってもらえないっていうのは。そうです。無関心ですね。無関心が一番怖い。いいですね。アンチもいいんですよね。もう厳しい意見があるからこそ、この次にね、それを。メディアに出てる人もいろんな方と話してるけども、自分もそうですけど、いざ叩かれると結構へこみますからね。嫌ですよね。いくら一生懸命頑張ってるわけですから、いくら少人数でもね、そうですね、言われちゃうと。ネットやと、問答無用で言ってるじゃないですか。そうですね、匿名で ね、そこまで言うかみたいなことね。まあでもこれ誰もがね、経験することですから。そうですね。でもないんですけど、でもそれ気にしてるとできないですからね。そうです、そうです。釣れてみました。お、すげえタコですね、これ。これ何円釣れたんですか。これ、マックスセントのウニリックで。おお、しかもこれ結構でかいですよね。すげえ。びっくりです。普通に投げてボトムを探ってたら、今叩いてたんですよ、リフトアンドボールで。そしたらタコが。すげえわ。びっくり。いやー、そろそろ諦めた頃に来ましたね。なぜタコ来るみたいな。はい、タコ持って帰る人。あれ、何焦ってんだっけ、これ。珍しいですね、これね。これよく言いますよ。あ、本当ですか。素の芸道の定番ですよ。サビ外るとこいつよく釣れます。ちょっともうちょっとだな、アップで。もう一キロアップじゃない。50センチぐらい。ねえ、50オーバーのハゼ。よっしゃ。ありがとうございます。サンドは新しいやつ。キスがサクッとガルプで、このキスとエイトの時がこんな感じで、こんな感じで頑張ってな。うおー、いますね、これ。曲がりやすいですね。あ、問題はどうやって外しましょうね。あ、そうだ、左向き、左向きじゃないですか。はいはい。で、彼はこっち。はい。こっち向きの。
そうなんですか。多分ね、これ一般の製法だと多分曲がってるだけでこんな圧が上がってこないと思います、うん、結構やっぱ溜めてるだけで上がってくるっていう、うん、製法です。もっと時間変わりますよね。バケツの中にお湯張って1時間ぐらいね、足突っ込んでるだけなんですよ。まあ、それでちょっとしてみたいんだけど、1ヶ月ぐらい晴れてたんで。うお、でかこれ相当でかいっすよ。もう頭の座布団絵じゃない絵じゃないですか。ちょっとヒラメに見えるか。ヒラメ妄想ヒラメ。確かにヒラメっぽいな。いやヒラメすーげえこれ。でこれいやいやいや、深い、ねえ、綺麗ですよね。ねえ、模様は本当ヒラメ。うーん、あー、これをどうやって発想かな。Thank you.